YouTube の皆様おはようございます。杉本です。1時15分からまた街頭演説を、始めていこうと思います。駅前に来てますが、今日は朝一に、一度、政治活動をやって、今日は2度目になります。今日はね、学生の数もそこそこ多かったので、結構にぎやかではありましたが、来週からまた休みみたいですから、あそこを通るのが税金負担職員だけと、まあ、税金負担職員もね、休みいっぱい取ってますので、税金負担職員もかなり、少ないかなと思います。まあ、それでも仕事が回ってしまうのでね、やっぱり公務員は数が多すぎるので、やっぱりリストラしないといけないかなと思っています。それと今日ここまで歩いてきて、何軒かお店が、閉まっていました。やはり民間企業は、タクシー運転手でしたかね、リストラが発表されましたし、リストされても発表もされない人たちもいますので、非常に大きな問題が出てきていると思っています。まあ、自分も次の選挙も、勝てるとは思えないので、今から私も投資、特に短期投資、FX の勉強をして、まずは FX で、自力に、資産を作っていこうと思っていますし、並びに、YouTube に、政治活動もどんどんアップをしていこうと、思っております。とりあえず今からじゃあ、30分ぐらいやってさっさと、帰りたいと思います。レッツドゥディス。よっじゃあ、こんにちは。国会議員目大丈夫？国会議員は今の出ては無理なので、地方も無理だと思うんですけど、まあ、一応県議を次は調整しようかな。結局保守系できても革新系できるしか革新かわかんない。長くも結構厳しいよ。経験したから分かりますよ。元県会議員？いや、市議会議員、去年選挙出て、1234票でボロ負けですね。あ、去年市会議出たんだ。最下位ですよ。最下位。いや、1200人あれ入れてくれたら大したもんだ。まあ、お金は50万戻ってきたから良かったですよね。あれ、供託金取られるかな。恐ろしいですよ。いや、そのお金でね、公務員はね、お酒飲みいたしますけどね。高すぎると思う。教団というのはやっぱ組織なんかダメだな。うん、だからそうすると組織の言いなりにならないという気がなっちゃう。ね、一部の言いなりになっちゃうから。今度は皆さんを一応見ていかないといけないのに、票を入れてくれる組織のために彼らは動いちゃうから。鈴木に30かけるとか、やっぱり良くないですよね、それってね。結局さ、カジの原理で赤信号をみんなで渡れば怖くない。まあ、いいぞ、タクシーが来ます。何だっけ、警察のパトカーが信号無視できます。恐ろしい日本ですよ。こちらは、子どもの未来を作る党の、代表をやっています杉本です。今日も、YouTube の動画を上げるために、30分ぐらい、街頭演説を、していこうと、思っております。私の、経歴は、36歳ぐらいの時から、教員免許を取っていくつかの、学校で、非常勤講師や、常勤講師を、やってきました。短期間ではありますけれども、2015年が、5月で、契約が終わりまして、その後に政治団体を作って、政治活動を続けています。4年目か5年目に、なりますが、去年の地方選で、落選をしてしまいましたので、2つ目の、政治団体を、設立をして、子どもの未来を作る党として、また3年半後の県議選に向けて挑戦をしていこうと思っています。
まあ、勤務した学校も、まあ、比較的田舎の方でありましたが、かなり子どもの数も、減っていました、田舎の学校でも教員の数は余っていますし、まあ、民間企業と、公務員の、待遇の違いというのも非常に大きいと、思っています。これが日本にとっての本当の格差だと思いし、クビにできない公務員天国は、日本にとっての最大の問題だと、思っています。今の政府のやり方というのは、おそらく、未来の子どもたちから、要は未来の日本人から借金をしてきて、公務員の給料を増やしたり、共済年金を、手厚くしたり、していると、思います。まあ、今の日本の経済力を考えれば、支出を大幅に削減をして、未来に投資できるような、そういった、方向転換が、必要かなと、考えています。今回の、コロナショックで、東京とか大都市圏は、感染者数がどんどん増えてきています。一応マスコミや、政府公務員の発表によりますと、日本人の感染者数は4000人から5000人ぐらい、4800人ぐらいだったから、ただこの数字もそもそも日本政府公務員は、検査自体を少なくしていますので、少ない検査で、これだけ、4、5000万感染者数が出ていますから、おそらく、実際には10倍以上の感染者数がすでに国内には、いると思っています。ということはさらに、時間もかかって、経済的にも大きな、打撃が出てくると、思っています。これからの、子どもたちにも、個人的には、英会話教育、あとは金融の、教育、ファイナンシャルリテラシーも、小中高で、導入をして、国が、下手をしても、個人は、稼いで生きていけるような、そういったスキルを、身につけてもらえるように学校の教育の改革を目指していきたいと思っています。金融の教育というのはお金儲けに直結をしてきますし、私も今年まで知らなかったですが、稼ぎ方というか収入というのは大まけに分けて3種類ぐらいあります。しかも個人所得税の税率が3つによってそれぞれ違いますので、普通に労働収入で働いてしまうと一番高い税金が課税をされてしまうということです。かつては私も年収が高ければお金持ちと考えていましたが、それは明らかに間違いということです。いくら年収だけ高くしても個人所得課税は累進課税ですので、所得に応じて、税金も増えてしまうということです。おそらく、住民税も合わせれば、個人所得税は、55% ぐらい、あります。ただ他の、稼ぎ方だと、20.3% ぐらいで、済みますから、例えば年収1億円あれば、普通の個人所得税だと、5500万税金を公務員に持ってかれます。しかし、例えば、インカムゲインとか、あとはそうですね、キャピタルゲイン、こういったものは 20.3% ぐらいですから、2000万ぐらいの、税率で済むということで、すでに3000万ぐらいの、税金の差が、生まれてくるということです。一番心配をしているのは、日本の公務員は、税金も増やしますし、税金以外でも我々の貯金資産からお金を巻き上げようとしていますので、何も知らなければ真面目に働いても公務員によって税金が搾取されて税金を取られて一生終わってしまうと思っています。これからの子どもたちが公務員の餌食にならないようにするためにも金融の教育というのは最低限導入をしていきたいと思っています。今回のコロナショックで公務員はクビにはなりませんが、民間企業、特に中小企業は、リストラの、数も増えますし、給料もさらに、下がると、思っています。まあ、最低限の金融の知識があれば、本業以外で副業で、本業以上の、収入を得ることも十分に可能ですので、あくまで
自分の力でお金を稼いで生きていけるようにするためにも、ファイナンシャルリテラシーは、小中高で、導入を、していきたいと思います。普通に、働いて頑張っても、労働収入と、それ以外の収入では非常に大きな、税率の格差が、あります。日本や海外の富裕層や超富裕層も、年収に、こだわっているのではなくて、資産性のあるものを持って、その資産性からさらに収入に、お金が、入ってくると、こういったやり方が、富裕層や超富裕層の、やり方だと、思っています。税金の法律は、全てに適用されますが、やり方を、変えるだけでかなり節税対策ができると思います。ただちゃんとした知識がなければ、まあ、真似をしようとしてもなかなか難しいということだと思います。まあ、基本的な内容でもいいので小中高で基本的な金融の教育はやはり導入をしていきたいと思っています。子どもの未来を作る党としては税金だけに頼るのではなくて、まあ、コロナが終わらないと難しいと思いますが、21世紀というのは、人と物とお金、この流れが、全てがあると思います。国境を越えてお金は簡単にやり取りできますし、アメリカも世界中の優秀な人たちがシリコンバレーに集まってアメリカの経済を引っ張っています。世界の企業の時価総額のトップ10は、アメリカが8社あって残りの2社が中国の、企業です。ほとんどが巨大 IT 産業で、日本の大企業は、1社も入っていません。こういったグローバル企業に、対抗できるような産業と、人材育成、こういったものをするだけでも、非常に日本の、経済の底上げを、実現はできると、考えています。去年の10月に、日本も、消費税を上げて、今年発表された、GDP の成長率は、マイナス 6.3% でしたので、まあ、年率換算ですけども一応マイナス成長にすでに、入っています。ただこのマイナス 6.5%、 マイナス 6.3% は、コロナ前の、数字でありますから、まあ、当然、消費税を増税した影響だと思います。ただ今回、コロナショックが発生しましたので、次の、成長率も当然マイナスに、なってくると、思っています。さらなる日本の、株式市場や、経済に対する大きな影響が出てくると、思っています。半年間、連続でマイナス成長になると、景気後退というレッテルをアメリカによって貼られますので、日本の株を持っている投資家は、当然、手放してくると思います。今は、日経平均株価は1万8000か1万9000ぐらいになっていますので、コロナショックの後に1万6000まで、暴落しましたから、かなり、回復をしてきていると、思います。ただこれがまたマイナス成長が発表されて、景気後退となればもう一度株価も下落をすることが考えられると思っています。まだまだ日本は先行き不安な国でありますし、ありとあらゆるものに税金がかけられていて、ただでさえ安心してお金を使えるような国ではないと思います。これからの政治家の仕事はやはり減税をすることで個人の消費を促進をしていく、こういったことにあると思います。将来の不安を払拭をして安心感が出てこないと、やはりお金というものは使えるようにはならないと思っています。ただ日本の場合は景気経済はかなりマイナス成長になってきていますが、日本人全員の個人金融資産は、莫大な金額がありますので、そういった個人金融資産の一部でも、使ってもらえれば消費税以上の、経済的な効果があると、思っています。減税をすることで、個人の消費を、促進をしていかないと、ますます我々の生活は、厳しくなってくると、思っています。おそらくさらに税金は増税されると思いますので、
こういった公務員の搾取から、身を守るためにも、これからの子どもたちには経済、金融の教育を、小中高で、導入をしていきたいと思います。子どもたちも吸収するのは早いので、義務教育で教えたことというのは、一生、忘れられないぐらい、記憶をしていると思います。広く浅く経験をさせることで、あらゆる、ことに対して対応ができると思います。日本人はアメリカの場合は株式投資をやっているアメリカ人は 50% くらいいますが、日本の場合は 20% くらいしか、いません。やはり義務教育で全くやっていないということは日本人は、手も足も出ませんので、しかもそういった、教育というのは、大学で経済学を専攻しただけですので、自分ももともと美術の教員を目指していましたから、経済学というのは今でもあまり興味はありませんが、ただ、お金儲けに直結をしてくる、知識だということは、だんだんと、分かってきました。個人的にも、短期トレード、FX 投資、こういった勉強は、始めていますが、やはり、若い頃にやったことない知識でありますので非常に、難しく、感じてしまいます。投資家になる、なるべきでは、ね、ないとは思いますけども、あくまで、そういった知識があれば、選択肢も、生まれてきますので、個人、労働収入に頼るのはやはりちょっと危険があるかなと思います。労働収入だけではなくて、金融の知識があれば、副業で、本業以上に、稼ぐことも十分可能ですので、そういったことを、目指して特に21世紀に、活躍できるような、世界のどこに行っても活躍できて、時代の変化にも対応できるような、人材育成というものを、まずは目指していきたいと思います。今回の、コロナショックでおそらく、今後も、公務員以外の企業は給料もかなり減ってくると思いますし、まだまだ大きな問題が続いてくると思っています。特に日本の政府公務員の入れ方というのは数十兆円のお金を使って日銀は ETF を買い込んでいますし、日本の国債もたくさん買い込んでいます。アベノミクスは日銀も協力していますので、政府や公務員の命令で、日本の円もお札もたくさん、すりまくっていますので、かなり不安定な、状況になっているのかなと思います。一応日銀は、今までは年間6兆円、これからは年間12兆円ぐらいの、ETF 上場投資信託を、買い込んでいますので、日本の平均日経平均株価は、今のところ1万8000か1万9000ぐらいの間で、横ばいに、なっています。ただそれは日銀が介入をして、株式相場を底上げをしていますので、あまり我々にとってはいい状況ではないと思います。日本や世界の投資家が自然に形成している株式相場でありませんので、ですので、そもそも、アベノミクスというのは、金利を下げて、そして、お金をたくさん吸って、その吸ったお金の一部を日銀が吸収して ETF を買ったり、国債を買ったり、しています。株価が上がってもいいんですけども、お金をたくさんするということは、お金の 数が、増えるということで我々の持っている円の価値が、目減りを、してくると思います。たくさんあるものに、そもそも価値はつきませんし、本来ならば需要が多くて供給が少なければ、価値が上がっていきます。今までの円に比べれば、若干価値が下がってきている可能性もあります。金融の、お金の面でも、自分の財産を守るためにも、最低限の金融の教育は、小中高で、特に義務教育で、実施をしていきたいと、思っています。それにいくら労働収入を増やしても、所得税は増えていきますし、
日本の政府公務員はお金をすることができて、しかも金利をどんどん下げています。貯金だけしても資産は全く増えませんし、公務員からの搾取から守るためにも、英会話教育と金融の教育は導入をしていきたいと思っています。日本の場合は、資源そのものが、あまりないと思いますし、あるとしても開発するのにコストがかかってしまってお金にならないということで、ほぼ、資源はないに等しいと思います。今のところまだ見つかってない資源があるかもしれませんが、一応日本海の海底には、レアメタルみたいなのがありますけども、やはり深すぎて、コストがかなりかさんでしまうと思います。どういうことは、やはり日本にとって、人材育成に力を入れていかないと、我々の、未来がどんどん、不安定になってきてしまうということで、子どもの未来を作る党としては、子どもたちの未来に投資ができるように、人材育成に力を入れて、特に日本の学校の教育のいいところは、残しつつも、最低限変えるところは、改革をしていきたいと思います。日本にはさまざまな、何て言うんですかね、規制というものがあります。まあ、規制の目的は公務員の、利権特権を守るための口実でありますので、少なくとも時代に合わない規制は、徹底的に撤廃をするべきだと思います。民間の優秀な人たちがもっと自由に、経済活動ができるように、サポートを、していきたいと思います。日本だけではなくて、海外にも、優秀な、人たちはたくさんいますから、今は、優秀な人材の争奪戦になっていると思います。日本もある程度、国境を開放をすることで、優秀な人たちに、我々の国や町に来てもらって、新しい産業を起こしてもらえるように、柔軟な、受け皿をまずは提案をしていきたいと思います。アメリカも世界中の優秀な人たちがシリコンバレーに集まってきていますし、 UAE のドバイも世界中の起業家が集まって経済を活性化させています。特にドバイとアブダビで活躍しているインド人の経営者は6年前に作った会社がありますが、ヘルス関係の企業ですけども、6年間で株価が1650倍に跳ね上がっています。10年前に10万円ぐらい投資していれば、今頃 1億6500万に増えていますし、当然そういった税収入も国に反映されますので、こういった優秀な人材を我々の国や町にもっと呼び込んで新しい産業を作っていくと、こういったサポートをすることも非常に大きな効果とメリットがあると思っています。まあ、2015年に常勤講師の契約が切られて、8月か10月ぐらいから政治活動を始めています。一応4年ぐらいにはなりますが、まだ去年選挙に落ちてしまって、政治の経験はありません。もし次の選挙で当選すれば、当然公務員の内部情報も入手できますので、彼らの内部情報も徹底的に自分の、ソーシャルメディアを使って、皆さんに情報をお伝えをしていきたいと思います。公務員がどのように給料をもらって、どのように税金を使って、どういうおいしい特典があるのか、そういったことを皆さんに知ってもらって、判断材料をまずは提供をしていきたいと思っています。ということで、去年選挙に負けた後に、遅かったではありますけども、一応ソーシャルメディア始めています。そして YouTube チャンネル、あとはライブミーですね、こういったものも始めていますので、また政治活動をしながら動画を撮って YouTube の方に、アップをしていきたいと思います。まあ、コロナの影響がどれぐらい浜松に出てくるか分かりませんが、様子を見ながら、活動をやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。24分ぐらいかな。まあ、やっぱりちょっとあれですね、毎日毎日喋ってると同じことだと飽きてしまいますが、まあ、とりあえず今日は、変なやつがつい近づいてこなかったので、平和に街頭演説を終えることができました。とりあえず、まあ、明日も、いつものところで、
朝一から街頭演説をしていこうと思いますし、また YouTube の方も撮っていきます。まあ浜松の場合は、まあそこそこですかね、平日の昼間なんで、まあ若干少なくなったぐらいだけど、まあ正直コロナ前とあまり変わらない感じです。まあなので一応まだ油断はできませんので、まあ慎重に行動していこうと思っております。また明日、一応街頭演説をやる予定ですので、またよろしくお願いします。で終わります。やらよろ、バイ。